近時期は、三島幸男の6作目の長編小説。仮面の告白と並ぶ代表的な男色小説で、三島が20代の総決算として書いた作品である。女に裏切られ続けた、老作家が女を愛せない、同性愛者の美青年と共謀して、女への復讐を企てる物語。老作家の指示通り動いていた青年が次第に、女なる者と向き合い、 自分の意思で生き始める過程を通じ、精神と肉体、芸術家と芸術作品の関係性が描かれている。社会的近畿を正面から取り上げ、仮面の告白同様、文壇に大きな反響を及ぶと同時に、主々様々な観念、芸術論から社会批判に至るまで多くの文学的要素が盛り込まれた質的にも量的にも厚みを持った長編で、 戦後の三島の作家的地位を堅固なものにした作品である。第一部、金時期は1951年、雑誌、群像1月号から10月号まで連載された。単行本、金時期第一部は、同年11月10日に新潮社より刊行された。第二部は、開くと題されて1952年、雑誌、 文学界8月号から翌年1953年の8月号まで連載された。単行本、被学近時期、第2部は同年9月30日に新庁舎より刊行された。第1部と第2部の間に10ヶ月の休止期間があるのは作者が世界旅行中のためである。なお、雑誌連載時の第1部の結末は、カブラキ夫人が失踪の後、 自殺する終わり方となっていたが改定されて生き返らせている。三島はその理由について、夫人を自殺させることは当初のプランでもあったが、計画ど掘りに夫人を殺してから私は早松だと思った。この人物には核につれて愛着が増してきており、殺すには惜しい女がつだからであると述べている。翻訳版はアルフレッド・ H マークス役をはじめ、イタリア、フランス、 中国などで行われている。時代は1950年夏から1951年秋頃まで、日野木俊介は冠暦を5つ超えた老作家。すでに全州を3度観光し揺るぎない地位を確立していたが、今まで3人の妻をはじめ、心を寄せた女たちからことごとく裏切られ続けてきた。それでいながら懲りることもなく、今も美少女の安子を追いかけ、 伊豆半島の南端の海岸へ来ていた。その海で俊介は、偶然、ギリシア彫刻のような美青年、南雄一に出会う。雄一は、安子のいい名付けであった。だが同性愛者の彼は、結婚をためらい、それを老作家、俊介に相談しに来た。俊介は、雄一が決して女を愛さない、美青年ということを利用し、今まで自分を傷つけた女たちへの復讐を思いつく。 俊介は、雄一の母の療養費を出す見返りに、自分の指示通りに動くことを彼に契約させ、安子との結婚も強く進める。安子も俊介の復讐の対象であった。俊介は、かつて自分を包つ持つたせてはめた、か木元白爵夫人や、振られた、穂高京子に、雄一を引き合わせ、その魅力で彼女たちを翻弄させようと悪知恵を働かせた。 雄一は、俊介の生き人形となって、女たちを手玉に取る一方、ゲイバー、ルドンで知り合った、同性愛者の少年や男たちとの刹那的な関係を謳歌する。クリスマスのゲイパーティーに参加していた雄一は、そこに現れた、カブラキノブタカ元白爵と出くわし、お互い驚き合う。カブラキノブタカも、同性愛者で、仲間内では、ポープと呼ばれていた。友一は、 ポープの誘惑に負け人よを共にし、彼の愛人となった。カブラキノブタカの秘書として邸宅に出入りするようになった、イ一は、ある日、カブラキ夫人に、カブラキノブタカとの同性愛の情報現場を見られてしまう。カブラキ夫人は、激しい衝撃を受け失踪した。失踪先から、カブラキ夫人の長い手紙が、イ一宛に届いた。それは、自身の勝負まがいの反省と、 ゆういへの真摯な恋との告白であった。感動したゆういは、その手紙を俊介に見せ、自分が、かぶらき夫人を愛していることが分かったという。俊介はその言葉を笑い飛ばしながら、自分がゆういに恋し始めていることに気づく。かぶらきのぶたとの縁を切ったゆういは、以前、ルドンに偶然入店してきた、俊介の旧友、川田や一郎と愛人関係を結びようになり、 川田の会社を手伝ううちに、事業人となる野心が芽生えていた。その一方、俊介の指示で、穂高京子を騙し、傷つけることに成功する。やがて妻、康子が出産し、それに立ち会った雄一は、女なるものと自分の赤ん坊とに向かい合い、徐々に、刹那的な男色の世界の戯れに退屈を覚える。そんな折、動物園で知り合い関係を持った、少年。 実と親しくなるが、実の養父、本田福次郎の嫉妬により、雄一は同性愛者であることを母や妻、安子に密告された。窮地に陥った雄一は、京都にいるカブラキ夫人に助けを求めた。雄一に母性的な虫の愛を抱くように変化していたカブラキ夫人は、彼のため尽力して危機を救った。二人の間には、友愛のような、 新たな愛の関係が生まれる。ミノルや川田とも縁を切った雄一は、俊介からも独立しようと、川田から受け取った手切れ金の小切手を持って、俊介宅を訪問する。すでに老作家、俊介は徐々にそういうな利益を予感していた。そして自分がいつの間にか、雄一を愛していることもはっきりと自覚していた。俊介は、 全財産を彼に譲ると言い残し、雄一の傍らで眠るように自殺する。三島は、金時期を執筆するにあたり、20代の総決算だという意気込みを見せ、自分の中の矛盾や対立物なりの二人の私に対話させようとしたと述べている。また、第二部が完結した後には、次にように語っている。私は、年齢とともにかなり自分の感受性を整理してきたと、 思っているが、金時期二部作は、その総決算の意味で、持つとも、完成的な主題を、手を濡らさずに、水の中から取り出してみようと試みた施策である。三島由紀を、堂々巡りの放浪なお、金時期の創作ノートには、螺旋状の長さ、英語を回帰、輪廻の長さ、小説の反歴史性、天承譚といったものが書き記されており、後の最後の長編。 工場の海を予告するような言葉も見受けられる。作中に登場するゲイバーン、ルドンは銀座五丁目にあった実在の店、ブランスウィックをモデルにしており、三島はその店の常連で実際に見分したものを取り入れて執筆している。店には主人公、南祐一のモデルとなった実在の人気ボーイがいて、作家で三頭の元書生の福島二郎は、 体格も髪の形も普通の感じで顔立ちは整っているが、いかにもさっぱりとしたスポーツマン風の爽やかな風貌で、この世界にありがちな中性的な湿度が全くない、やんちゃな男の子という感じだったと回想している。当時、その美青年に三島は憧れていたという。また、その店で野坂秋雪もアルバイトしていたことがあり、当時の三島を見かけていた。 1950年、新潮社編集者の菅原国隆は執筆のために、伊豆大島のホテルに向かう山東の見送りに行くと、三橋に花束を抱えた青年が現れたのを目撃している。三島はこの青年を、ゆういち、ゆうちゃんと呼んで異様に思われるほど、可愛がり、仕事の時以外には絶えず連れて歩いていたと、回想している。ドナルドリジーによると、 三島は1952年1月にニューヨークを訪れた際、当地でしたいこととして、聖セ,セバスチャンの絵をある限り見ること、シュトラウスのサロメをメトロポリタン歌劇場で見ることとともに、執筆中の金時期のために実際のゲバーへ行ってみたいと案内役のドナルド・リッチーに頼み、二人でグリニッチ・ビレッジのゲバーを訪ねたという。近時期は、 同性愛者の美青年を堂々と主人公にし、その美貌の描写をギリシャ彫刻に例えて美の化身のように表現しているが、そういったものは明治以降の近代日本文学には見られず、従来的な私、小説的なものの枠を大きく超えていたものだった。そのため様々な反響があったが、それも含めて三島の作家的地位が強まった作品である。三島にとって、 近時期は野心作で20代の総決算として力を入れて書いたため、力を入れすぎていて読みにくいなどの中村光夫の批評もあるが、ホモセクシャルのアンダーグラウンドや風俗を単に描いているだけでなく、セクシャリティや美の観念、芸術論、社会風俗、社会批判などがぎっしり詰まっていると佐藤秀明が解説するように、作品の構成も本格的であった。 本田修吾は作品の言葉が芝居がかっていすぎるとしながらも濃厚強烈な言葉をおめずをくせず縦横に駆使することによって我々の文学を与えて久しい金病風に描ける画人を得たとし当時の反響を一家のように解説しているこの作品を迎えた当時の世評には客観的にそれが打倒する以上の熱っぽさがあったそれは この作品の前提にあるものへの共鳴から来ていたように思える。つまり、あらゆる規制の観念、規制の価値、いわゆる正常なるものに対する偶像破壊の、高らかな鶴音への共鳴である。本田修吾物語戦後文学史、薄井良美は、中村光夫との対談の中で、とにかく、不定小説だね。あんなの、今までないんじゃないかな。あれだけ。 挑戦的なあれだけ本格の構想を持って挑みかかった小説はという感想を述べている。石原慎太郎は規制の価値への挑戦と復讐を面白くて続ゾ々クゾクして読んだと回顧している。仮面の告白を高く評価した花田清輝は近時期にも好意的な評価をし、断食というものが一つのプロテストとして出されていると解説して断食社会から見た。 異性愛社会の図柄が浮き彫りにされ、世間一般の市民社会の秩序の基盤の危うさが露呈していく様が表現されていることを指摘している。野口武彦は近時期執筆の頃の三頭が自身の感受性、気質を整理し、それがルネッサンス的なヘレニズム的感性として作品に現れているものの、後年には再びその顕在化していた感受性が 現存する、の一般の刑事上的否定というロマン主義美学の形になっていくと前置きし、この金時期の時期の三島の中にも、三島の本来的な、完成的なものである、戦時中に日本の満杯に育まれた、錯覚質は、早くも俗悪な現実への復讐と美の制覇による、その成就という二つの契機を崩壊していると解説している。そして、仮面の告白の、 私の後ろ身とも言える、同性愛者の南雄一は、老作家、木野木俊介という、現実への復讐者、作品の創作者、劇の演出者によって、独自の性を与えられた存在であるとしている。各して、ヘレニズムの理想を体現した、美青年は、俊介が構図するク路風の心理器科学の世界で、生活し始めることになる。 現実の存在としての資格を書いた雄一が俊介の復讐のパトスによって生きさせられることで生きることを開始するという設定は巧妙であり、作者はこの器用に物語化された虚構の中に密かに仮面の告白以来の主題、戦後社会で不適格者である自分の感受性と気質との救済の問題を盛り込むのである。そしてまた同時に、 戦後の現実に対する凶暴な復讐の意欲をも。野口武彦、解説、筒井康隆は、作家を目指していた頃に読んだ、近時期に衝撃を受け、こんなすごい文章が書けなければ、作家にはなれないのかと思い、絶望したとし、軽い気持ちで作家になろうと考えていた自分の気持ちを根本から変えさせ、それなりの修行の必要性を痛感させてくれたとして、そのおかげで僕は、 マスコミによって便利に消費されてしまうような作家にはならずに済んだかもしれないと語り、それ以後、三島の新作が発表されるたびに読むようになったと、10回している。その文章は確かに微分ではあるが、論理性を持った微分で、傾向や信言が散りばめられていた。その才能は驚くべきものだった。描写力、表現力も、さることながら、実社会や裏社会の知識も、 また作家の年齢からは考えられぬほどの豊かさに満ちていた。テーマは男色だったが、まだ日本では知られていなかったゲというアメリカの俗語もただ一箇所、ゲーパーティーという言葉で紹介されていた。こんな最近の風俗まで熟知しているのかと僕は感心した。筒井康隆、漂流本から本へ、滝田夏樹は、老作家、日野木俊介の短微的執念が、 川端康成の眠れる美女の江口義雄の枯れ果てた老人に化けて禁断の場所に潜入し生の冒険を試みる思考と共通し江口の義雄という名も何か気にかかるとして金期の発表を当時に金期は驚くべき作品ですしかし西洋へ行かれればまた新しい世界が開けると思いますと三島に進めている川端の手紙に触れつつこの西洋で 川端は何を言おうとしたのだろうかと述べている。近時期の映画化について、某プロデューサーと三島の間で話題に上っていたことがあった。監督は三島本人で、俊介を山村里氏、かぶらき夫人を三浦光子、安子を、岸恵子の配役、雄一は一般募集という話を主席で語り合ったことを、こんな冗談がいつか実現したら、日本も大した国ですが、 三島は知人への手紙で伝えている。また三島は俳優の大木実に友一の役をしてほしいと思っていた。大木実のるこの人にはまだ帰ってたことがないが、スチールで見て日本の美青年の代表選手だと思った。履歴さ優秀、青春の甘さがこの顔には溢れている。もし私の小説、金時期が映画になれば、 ぜひとも彼を主役に欲しいが、そんなことは決してあり得ないから、彼も安心してかなりである。三島由紀を美しいと思う七人の人、坂本隆一が作曲した映画、戦場のメリークリスマスのテーマ曲に、デビッド・シルビーアンが詞をつけた、禁じられた色彩という楽曲は、禁止期から着想された。デビッド・シルビーアンは、三島の大ファンで、禁止期は愛読書だという。 また、三島の近記発表当時の担当編集者は、坂本の父の坂本和樹であったことから、坂本にとっても三島の存在を意識したものだった。ありがとうございます。